こんにちは、藤原です。今回はコスパ最強ミシュラン5選のご紹介です。やはりね、正直ミシュランのお店は桁違いに美味しかったですね。まあ、せっかくレストランに行って同じ値段なら絶対ミシュランのお店行った方がいいですよね。正直今回は外れなしなので全部見てもらいたいなと思っております。ぜひ最後までご覧ください。では1店舗目がアンダ餃子というねお店ですね。こちら代々木上原駅東口から徒歩2分の場所にあります。住宅街の中にありますね。で、営業時間は10時から22時までで、土日は9時から通しで営業されています。今回は平日の14時頃にお伺いしたんですけども、すぐ入ることができました。平日のランチ時でもかなり並ぶようなので、土日は気持ち早めに行くことをお勧めします。こちらのお店はお店の名前にもある通り、水餃子がね定番のお店となっております。もともと料理研究家としても活動されていたアンダさんをはじめとする方々が、女性を元気に美しくなれる料理を提供したいという思いからお店を始めたそうです。水餃子は皮から自家製で作っているそうで、ハト麦などね練り込まれており、かなりこだわりを感じます。席はカウンター6席、テーブルが4席で全部で10席あります。席は少ないのですが、席同士の間隔が空いていることもあって、比較的一人で来られている方も多かったです。女性の方がね多かったですね。カウンターの前には T シャツやねお店で販売している調味料なども飾ってあります。またね、天井が高いので圧迫感がなく、ラジオも流れていて、どこか居心地がいい空間になっていますね。今回は4種類の餃子を2個ずつ食べれる水餃子定食1485円のものと辛口ジンジャーエールを注文しました。ドリンクはキクラゲジュースやターメリックレモネードなど、かなりユニークなラインナップですね。で、こちらの定食にはとろろ昆布スープと豚そぼろ丼がセットになっているんですけど、このご飯もねもうかなり美味しかったです。ご飯にはハトムギが入っていて食感も楽しいのと、お米の熱でね熱々の状態の豚肉が入っていて、ご飯と混ぜると程よく味が濃いのでパクパク食べられちゃいます。水餃子の味は全部で4種類ありまして、白菜と生姜、カレー風味と人参、大根とザーサイ、パクチーとキュウリというねラインナップで、餃子ではなかなか見ないような組み合わせですよね。そのまま食べてもね美味しいんですけども、お好みで卓上にあるオリジナルのタレなどね3種類の調味料をかけても美味しくいただけます。一つ一つの餃子は小ぶりなんですけども、皮に厚みがあってもちもちしているので食べ応えが結構あります。で、味付けはシンプルで油控えめになっていて、焼き餃子とはまた違った美味しさがあってね、病みつきになりますね。ここはどういう人におすすめなのかというと、カウンターメインということもあって、どこか静かな雰囲気なんですけど、接客も含めカジュアルで気軽に入りやすく、夜まで通しで営業しているので、ぜひね近くに立ち寄った際には足を運んでみてもらいたいなと思います。代々木上原ってね結構カフェとかも多いので、この餃子の後にねカフェ行くとかもおすすめのプランです。では次のお店紹介させていただきます。こちらはね、黒豚とんかつ堀市っていうお店ですね。新橋駅から徒歩4分、ランチの営業時間は水木金土の11時から15時で、ランチは予備制となっております。時間帯ごとに予約できる形となっておりまして、11時10分、12時10分、1時10分、2時10分の回をウェブで予約することができます。もし空きがあれば当日も入れるんですけども、予約が優先となっていて、予約が完売もありえますので、予約しておくのが安心ですね。新橋の雑居ビルの地下1階にあるねお店となっておりまして、本当にここっていうような、ちょっとねなかなか見つけにくい場所にはあります。隠れ家感が本当漂っておりまして、先にお伝えしますと、こちらのお店のとんかつね本当に抜群に美味しかったので、しっかり感想をお伝えできればなと思います。まずこちらはとんかつ100名店2024やミシュランにも掲載されたビッググルマンのとんかつ専門店でして、豚のブランドとしては最高峰と言われる鹿児島黒豚をね冷凍保存することなく生のまま使用するというねこだわりあふれるお店です。お店自体はこじんまりとしていて、カウンター3席と4名掛けのテーブル席2席のみとなっていて、座席数は非常に少ないですね。席と席の間隔は窮屈ではないので、余裕を持ってお食事をいただくことができます。店内は座席がね少ないということもあって、一度に入るお客さん自体が少ないのですが、こう静かな空間が広がっていて、とんかつの揚げる音がしっかり聞こえてきたりとか、もうそれだけでもねかなりワクワクしますよね。今回は黒豚ロース&ヒレカツ定食1900円のものを注文しました。ロースは 130g でヒレは 60g です。注文してから数分して、お漬物と豚汁ご飯が運ばれてきて、その後すぐにとんかつを提供していただいたって形ですね。本当にねビジュアルが完璧すぎて、思ってるよりもね量が多くてまずびっくりしましたね。本当にそのとんかつの見た目が綺麗なんですよね。とんかつはね結構藤原ライフでも紹介しているんですけども、見た目からもねこう抜群で、もうこの美味しさね、ここ特に本当テンション上がりますね。メニューにロースの食べ方も書いてあったので、そちらの方法に従って食べてみたんですけども、まずロースの端のカツをね何もつけずに、もしくはお塩でいただいて、何もつけずに一旦食べてみたんですけども、一口目こううまってね
声出ちゃうぐらいの迫力です。からしがたっぷり乗っているんですけども、お肉のね側面の部分にたっぷりつけて、その上からね甘口のとんかつソースをかけて食べると美味しいとね書いてあったので、その通り試してみたんですけども、からしをね思ったより多く乗せてはいるんですけども、見た目以上にねこうからしのツーンとくる感じはなくて、適度な辛さとお店の甘口のとんかつソースの組み合わせがとんでもなく美味しいです。なのでねこれ試してみてもらいたいなと思います。ヒレ肉はというと、こんなに柔らかいヒレカツは食べたことないというぐらいね本当に柔らかくて、噛み切れるのはもちろん旨味たっぷりで、とにかく柔らかくて食べやすいですね。これは正直感動しちゃいましたね。本当に美味しかったです。こちらのセットについてくるご飯とキャベツは1回までねおかわり可能だそうなので、こちらも非常に嬉しいポイントですね。ここお客さんのね層は様々なんですけども、一人で来られてる方も多かったですね。また外国人観光客の方もいらっしゃいましたので、海外の方にもおすすめな場所ですね。正直ね東京にはとんかつ屋さん結構あって、皆さんも何か所かくらいは行ったことあるんじゃないかなって思うんですけども、ここまでねコスパいいねこの美味しさを提供してくれるお店はないので、ぜひ行ってみてもらいたいなと思います。では次のお店を紹介させていただきます。こちらのお店はマッシモタビオっていうお店ですね。こちらは京王井の頭線永福町駅から徒歩2分の場所にあります。大通り沿いにあり、建物が2階建てで外観がめちゃめちゃイタリア感あふれる雰囲気なので、すぐに見つけることができますね。で営業時間は11時半から14時半までで、ディナーは11時半から22時までとなっております。今回は当日予約で平日の18時頃にお伺いしました。お客さんは19時以降になるとポツポツと増え始めるんですけども、席数が多いので当日飛び込みでも行けるんじゃないかなと思います。こちらのお店は本場ナポリの経験豊かなピッツァ職人で、店名にもねなっているマッシモタビオさんが実際にね入り口すぐのところでピザ窯でピザを焼いて提供してくれます。これ嬉しいですよね。お店の入り口のドアをくぐると2階に続く大きな階段があって、店員さんが温かくご案内いただけます。席はね今回座ったカウンター席が10席、テーブル席が30席ですね。かなり広々としておりますね。こちらのお店に置かれているインテリアはなんと全てイタリア製という徹底ぶりですね。すごい。壁には絵画があったりとか、ルパン三世のフィギュアとかね、サインが飾られていたりとか、天井からもね、小さなシャンデリアがあったりとか、完全に日本を忘れてイタリアにいるかのような、もう賑やかな雰囲気の中でね、お食事を楽しむことができます。ウェルカムな店員さんのね、雰囲気もあって、異国感もありつつ、会話も弾むようなね、カジュアルな空間となっております。そしてこちらで使用されている石窯も、イタリアのね、建材を使って、シェフ自ら手作りされたものだそうですね。ちなみに地下にも席があって、そちらもかなり広く60席ぐらいあります。今回は定番のマルゲリータ1600円のものと、ミックスサラダ690円、ティラミス660円のものをいただきまして、ワインも合わせてお値段3000円ほどでしたね。普段は2人前からの提供なんですけども、サラダなどもね前菜も1人前で作ってくださいました。ありがたいですね。サラダはさつまいも、チップスや人参、きゅうりなどが入っております。そして肝心のピザなんですけども、これが本当に美味しかったですね。手で持ち上げるとジュワッと汁が溢れ出してきて、迫力のあるモッツァレラチーズがたまりません。熱々のうちに食べると口の中も幸せでいっぱいになりますし、これぞナポリのピザというのね。生地も厚くてものすごくもちもちしているピザなので、これみんな好きだと思うので、ぜひ食べてもらいたいなと思います。お客さんは地元の方がね多いのかなっていう感じで、テイクアウトでお持ち帰りされている方もちらほらいらっしゃいました。ここはアクセスも良好ですし、店員さんも含めてね雰囲気もカジュアルなので、グループでワイワイ食事がしたいっていう時に持ってこいだと思いますので、ぜひねこちら行ってみてもらいたいと思います。では次のお店紹介させていただきます。餃子マニア品川別館ってお店ですね。こちらは JR の品川駅高輪口から5分ほど歩いたところにあるお店ですね。営業時間は17時から23時までとなっております。今回は平日の開店すぐの時間に予約して伺ったんですけども、予約は必須ですかね。17時半にはすでに4組ほどいらっしゃいました。こちらのお店はビブグルマンを2019年に獲得している中国餃子屋台のおじいちゃんおばあちゃんから直接指導してもらっている皮とあんが特徴の中国本場餃子がいただけるお店です。別館の方は2023年にオープンしたばかりということもあって、店内もかなり綺麗ですね。席は全部で40席ほどで少なめなんですけども、駅から離れている分ねフラッと立ち寄るというよりかは、まあここを目的にね来るお客様が多いような印象です。天井から提灯とかがねたくさんぶら下がっていて、ところどころにポスターが貼ってあったりとか、店内は中国の屋台のような雰囲気が広がっております。女性でも入りやすいような気軽な感じでいけるんじゃないかなと思いますね。ここ前菜がザーサイで、こちら山盛りで提供してくれるんですけども、なんとこちらはねおかわり自由となっております。むしろね店員さんからおかわりどうですかって来るぐらいねおかわり全然進めてくれるようなお店です。ドリンクは生レモンサワーを注文したんですけども、これは焼酎割りになっています。
ていました。そして台湾ビールもね、かなりの種類がありましたね。こちらの台湾ビールは全部で8種類ほどありまして、お店にも飾られておりました。台湾ライチ690円のものが気になったので、そちらも注文してみましたね。缶のまま提供されて自分で注ぐスタイルでした。もうね、ほんとね、この雰囲気にも合うので屋台っぽくていいですね。で、お料理はマニア餃子4個で460円、ワンバンジー790円ものも注文しました。餃子はすでに味付けされているので、そのままをいただけますね。で、まずはね、何もつけないで食べてほしいということだったので、そのままいただいてみました。卓上にあるね、調味料もつけてもいいんですけども、こちらにあるラー油は餃子の具材や貝柱などね、ちょっと高級な具材も入ってるそうですね。これはなかなかいいこと聞いちゃいましたなっていう感じで、ラー油を使って食べもしました。そしてね、こちらの別館の特徴としては、本館にはないオリジナルの餃子もいくつか注文することができます。春菊やニンニクの芽などのね、変わり種もあるので、大勢で来ればね、いろいろシェアできると思うので、ぜひそちらもチェックしていただきたいです。このお店の特徴としては、近所の人で賑わってるお店というか、地元の方で賑わってるみたいな雰囲気っていうよりかは、割とね、キャリーケースとか持っている方が多かったので、なんか旅行の前とか旅行中に来るって方も多いんじゃないかなと思いますね。ぜひね、品川の方に飲みに行く機会とかね、ご飯行く機会があれば立ち寄ってもらいたいなと思います。はい、ここも11時半から15時までやっているお店になってて、夕方もやってます。こちらのお店は駅から地上に出たらすぐにあるビルのカブトワンの1階に入ったお店になっていて、こちらはね、スリランカレーのお店なんですけども、そんな雰囲気はね、感じないような外観で、まあ、中に入ってもね、その印象は変わらず、まあ、コンクリートっぽいグレーの色合いと大きなミモザの黄色がね、映えるようなスタイリッシュな空間が広がっております。カウンター越しの大きな窓は道路に面していて、光がたくさん入ってくる店内なので、それも明るくて開放的な雰囲気がすごくいいなと思ってます。席はテーブル席とカウンター席がある形になってて、グループでもですけども、一人で入っても全然気になることなくリラックスできる店内となっております。平日の14時ラストオーダーぐらいに行ってですね、もう一組がいるぐらいって感じだったので、やはりね、街の特徴的にもビジネスマンが多いので、まあ、昼のゴールデンタイムをね、過ぎたら、まあ、比較的行きやすいかなと思っております。ここはモダンスリランカというジャンルで展開しているお店になっていて、店内の雰囲気とかも、いわゆるカレー屋さん、アジア、エスニックなお店みたいな感じではなくて、モダンな雰囲気とのギャップも気に入る方が多いかなとも思っております。どうせね、食べるんだったら内装綺麗なとこがいいよねっていう価値観の方はですね、すごく合うと思っております。逆にね、現地っぽさを感じるためにも、綺麗じゃなくて現地っぽい方がいいっしょって思ってる方は、別にね、おしゃれさをこだわらなくてもいいと思うんですけども、もちろん味がね、すごく美味しいので、その点はおすすめです。結構苦節用なのかなって思っている方もね、いると思うんですけども、優しい味わいで、どの副菜とかもね、すごく美味しいですし、いろんな種類を混ぜ合わせて食べていくスタイルなので、食感も味も多種多様に最後まで飽きずに楽しめると思っております。このスリランカ定食っていうね、メニューを頼んでるんですけども、これはね、1650円ぐらいのものになります。値段はね、1000円ランチとかそういうラフさは、ないんですけども、ただのおしゃれカレーっしょみたいな思っている方は、全然そんなことなくて、食べ応えもありますし、男性でもね、満足できるぐらいのボリューム感なので、すごくね、今をしたい場所だなと思ってます。ちなみにライスおかわりできる形となっておりますので、メンズ陣はね、すごく嬉しいポイントかなと思ってます。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通して、お客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニーはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。
現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。